こちらが JK171 のプロテクトフルメッシュジャケットですね。コンセプトはちょっと今コミネのエントリーレベルのモデルがかなり飽和している中で、まあ、ちょっと、もう一チャレンジしたいなっていうところのジャケットになります。まあ、ポイントはね、この大きなコミネロゴ、ちょっと今までちょっとコミネロゴなるべく使い方ちょっとね、いろいろ工夫してたんですけど、まあ、今回はねちょっと大きめに使ってみてどうかなって、まあ、このカラバリはですけどね、他にもあのロゴは小さいカラバリもありますが、これはカラバリを大きく見せている、ロゴを大きく見せているカラバリのものですね。で、肩にはメタルエンブレムが両肩に入っていて、これはですね、はい、YKK のスナップを使っているという、まあ、その細部はこだわったものですね。で、肩肘は、コミネの C レベル1のハードプロテクターですね。 SK636-635、 胸部は男性は SK689、 女性ものは SK682 のハードタイプのプロテクターです。背中は EVA のハニカムの通気性の高い、ね、プロテクターを使っています。これはより保護効果の高いものにアップグレードが可能です。女性ものは、ね、SK812-811 という C レベル1のレベル2の、ね、プロテクターに、ソフトタイプのプロテクターを標準装備していますよね。はい、というこの新しい試みのエントリーレベルのメッシュジャケット。背中は、はい、これはね、このリフレクターのロゴになってますので、はい、非常に、ね、安全性も優れたモデルになっています。はい、フルメッシュなんでね、通気性もいいので、はい、アジア圏のユーザーにはすごくいいんじゃないかなと考えております。というところで、新しい JK171 のフルメッシュジャケットですね、はい、ぜひともご検討よろしくお願いいたします。ありがとうございます。